1987年10月23日は、日本の方言詩人、医師。推理作家の高木明光は、共造の老いにあたる。文学費のある、青森県今別町のほ月会館1903年、青森県青森市に3代続いた、開業医の末っ子として生まれた。橋本尋常小学校、青森県立青森中学校を卒業後、一本、木村ほ月へ。 大王教員として赴任する。ホロ月での生活は4ヶ月間ではあったが、後の丸メロのモチーフとなる。高木の没後、当時の教え子たちによって、ホロ月集落を見下ろす高の先に文学費が混流されているほか、ホロ月集落内の国道2 8 5号沿いにも文学費が混流されている。1926年に、 広崎高等学校を卒業した後、青森日報社へ入る。もともと東欧日報社への就職するつもりであったが、青森日報の前を通りかかった際に、社員募集の張り紙を見て入ると、そのまま採用となった。当時主筆を務めていた、詩人、作家の福士光次郎の助言により片言による施策に取り組むようになる。翌1927年に、 青森日報社を退社して、状況を、出版社に勤務するも、不況で倒産したため満州へ渡る。1933年に満州医科大学医学部卒業。この間、青森時代の文学仲間であった藤田金一によって詩集、マルメロが編集され、1931年に出版されている。1946年に満州から引き上げ。 広崎市に眼科院を開業した。眼科を営む傍らしや小説、儀曲などの創作を再開、全国で方言誌の朗読講演を行うなど、精力的に活動した。代表作、マルメロは、ジェームズ・カー・カップと中野道夫による英訳で、1968年にカナダの雑誌、マラハットレビューに発表され、1970年には、 朝日新聞社の英字機関誌、ジャパンクオータリーに英訳版が掲載されるなど、海外でも翻訳された。また自らの朗読、そのシート付き詩集が1967年に刊行されるなど、その朗読とともに作品としても高い評価を得た。津軽弁での優れた詩を多数創作し、高木に見せられた人物も多く、ローカルタレントの稲な平も、その一人である。 高木の死後、稲カッペイと、しかな広しらによって、高木の命日である10月23日を、津軽弁の日に決定した。昭和63年の第1回以来、一般公募による津軽弁を用いた文芸作品を披露する模様が人気を博し、現在では年末に青森放送で放送されている。また2012年には、津軽弁の日25周年を記念し、 新青森駅、西口緑地に、高木の功績を称える石踏みが建てられている。ありがとうございます。